皆さんこんにちは、ペストでございます。スーパーロボット対戦 EX 続きやっていきたいと思います。そう巻き込んじゃうんですよね。なのでよいしょで、まずはい、アウト2回行動できちゃうからで、放ちましょう。グラビットカノン、4体くらいつけてくれたら、同じ1つ2つ3つ4つ、5つはいかんかったか。で次のちょっと行動を見て、ここだね。はい、で届かないからとりあえず彼女を回復。3、4、5、6、7、8、9、10、このゾーンだったらいけるのか。でもここだね、このまっすぐ開けときたいからね。だいぶ減ってね。これでターン終了いきましょう。まっすぐ上がってきてくれれば OK。 ギリギリ耐えれるか。あ、仕留めちゃうか。俺ジェリードさん、仕留めれないんだ。まあレベル上がったのはいいことですね。はい、それはそのまま来るんで。そうだ、体力回復してないやん。
ファンデル耐えたらなんとか。うんうん、そう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 。うわー、よしよしよし、耐えた。危ない危ない。びっくりした。ヒヤヒヤヒヤした。ゲームオーバーかと思った。はい。カルだった。50あるね。じゃあちょっとめったに見れないこのエレメントフュージョンをちょっと1回打ってみましょうか。気合がないからね、ほんと見れないんですよね。効果音がエルメスと一緒ですね。
はい、ではあとこっちがハーバートさんね、うん、あそうだね、説得、はい、あごめんなさい飛ばしちゃいましたね。なんか強いものと戦いたいと言ってましたよねっていう質問をしてるんですね。でそうだ、だから時様と戦っておる、もっと強い相手と戦いたくありませんかと。そう、命を懸けるにふさわしい相手と。そうですか、では今の話は忘れてくださいと。待て、その話はまことだなと。賭けねなしにねって久々に聞きましたね。いいだろう、貴様の言うことを聞いてやろう。で俺は何をすればいいと。特に何も。そうですね、私についてきてくださるだけで結構ですよと。できちゃうんですよね。ひらめきもあるんだ、いいね。一発で、ああそういうことか。だったらシャアに熱血をやって。ファンネルで行けば沈むでしょう。はい、行きましたね。デスリーさん、しまった脱出王と。あ、バカな、この私が読めなかった。はい、メガランチャーで、あえてちょっとクイーンさんは仕留めません。お金もったい、お金をねちょっと幸運使ってうまいことやりたいんでね。レベル上がったね。で、ファンネル攻撃ね。はい。ああ、そうだ。ああ、そうだ。エネルギーがないんだ。おお、そっちかー。チュドーンとな。おお、減る減る減る。怖え怖え怖え。はい。で、こう。で、一応ちょっと、ひらめきも入れときましょうね。あの反撃食らった時のこと考えて。はい、いけました。うわ、きつかったなダブルの賞金を取るためにね、くだらないことで時間を潰してしまいましたねと。この地下に封印があるはずですか、見当たりませんかと。それらしきものはと。うん、ちょっと分かりかねますわねと。こっちだよと。え、テリウス、あなた分かるのと。うん、なんでかな、こっちの方から声が聞こえるような気がするんだと。本当だ、洞窟がありますよと。はい、ということで、今誰、
これ倉庫を上げときたいね。2回ぐらい。エネルギーは使わないんだよね。ってことはエネルギーはいらない。武器の方だね。サザビーはパンネル、オーラキャノンね、もう1段階いっときましょう。ちょっと1万かかっちゃうけど。で、あとは、走行、これだね。ビームキャノンの方が射程8あるんだ。ってことはビームキャノンの方ちょっと優先的に上げときたいですね。レールガンがね2発しか使えないんで。うわ、段階4なんだ、びっくりした。勝手に上がってるしね。2000あればね。で、あとは、まず5000、5000じゃない、4800ね。感じにしときましょうか。はい、では今回はここで終了でございます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。